はい、始まりました始まりましたはいやりましょう人生すごい,が多いはいやっていきましょう、えー、司会は、お雑に剣士。あわきとええー、外からねチェーンソーの音がガンガン入ってるであろう中野とグノーシアを買ってまだ起動してないピンチとかはいやっていきましょうやっていきましょうなんか今自分で言ってて思ったけどさこれって 1月のもう半ばぐらいにされるやつまあ2週目ぐらいですかうん、うん、いやもうお雑煮検診は終わっ先週言うべきだったなああ明治喧嘩ロマンタンううお雑煮検診明治覚ロマンタン、うん、明治喧嘩を持ちた、うん、ということでやっていきましょう、はい、ありがとうございます、はいはい、えー、っとちょっと待ってねはいはいじゃあまあ 早速ですけど、お便りやってこうかな？えー、お名前匿名希望さんからえーはい、こんにちは。いつも楽しく聞いていますえー、皆さんは自分の欲望と所属集団における役割にどのように折り合いをつけていますでしょうか？ というのも私は一人,人暮らしをしているのですがここ数年仕事を重視しすぎた感覚があり忙しくなるとえー、えてして身の回りの生活がおろそかになり部屋が汚くなって外食やコンビニで済ませたり週末も疲れて一瞬で過ぎることが多くなって一旦バランスを取り戻すために転職することにしました。 あもちろん経営的な観点では個人の適性経験を、えー、鑑みた上で組織の全体最適となるように業務がアサインされるものだと思っていてそれに関しては私自身は納得感はあったのですが他の人があれこれやりたくないとか言ってるのを見るにつけ自分の中でストレスがたまりこのまま言われるように従っていると一会社にとっての何でもやになって転職する際に結局何かできるのと言われて詰まる未来が見えてイラついたのもあります。 手塚さんも最近のツイートで仕事が自分だけ忙しくても自分が全体最適のために機能しているなら嬉しいとおっしゃっていまして私もその考えは共感できます、えーえー、また全体最適における全体の範囲を会社日本世界と拡張させていくとそもそも私たちは欲望を持たずに世界におけるパーツとして機能するのが合理的なのかなという考え方もあってむしろその方がちょっとすっきりするまであります,すごいな 一方で機能としての自分のみで完結させようとすると自分の楽しみとか欲望が徐々になくなっていって、うん、セルフネグレクトのような感覚がありましたよくあるうつの初期症状に近いのかなと思っています、うんえー、話題が散逸してすみません私が自分を規定するのは欲望だと思っているのでこれを育むのも大事だなと思う反面個人を世界のパーツ機能として定義するのもすっきりするなと思っていて、えー、この2つの矛盾する思想を持っています この辺に関してお三方の考えをお聞きできたらと思ってますどうぞよろしくお願いしますということでありがとうございますありがとうございますこれはなかなか難しい話だなうんまあでもそのなんだろうその自分をあ自分じゃねええー、っとなんだあの一味パーツとしてねあの世界のパーツとして機能として定義するのもスッキリすっていうのはさこれ結構やっぱなんかその大人だなっていうかさ社会の歯車 そうそうそうだからいわゆる、ねうん、そう大人になるっていうことに対するさそのなんか言葉にすごい近いかなという気がするというかうんわがまましないというかさその周りの人のために例えば子供とかさその、うん、お嫁さんとか友達だとかさそういう、まあ、会社の、えー、仕事仲間とかもあるかもしれないけど、うん、そういうことに対してなんかその あの奉仕するみたいなのは確かにそのある種の気持ちよさはあの感じられるんだろうなとは思うというかねそうですね、うん、まあ社会性みたいなものじゃあ人間が社会で生きる生き物である以上みたいなところのラインがまず、うんまあ単純にあそのさあの、うん、街行く人に優しくしたいみたいなのもさこれの一環かもしれないしね、うん、そういう欲望っていうかそのそうですねうんなんか手伝ってあげたいとかさ そういううい気持ちっていうんでだから俺はまあ自由が好きだなとは思うけどこの気持ちも分かる人の手伝いをしたいっていうその欲望ってかなり俺の中にもあるなと思うしうんうんだからなんか人が困ってたらちょっとなんか手伝ってあげたいなとか話聞いてあげたいなとかそういうことはかなり思っちゃうかなそういうボランティア的なそういう社会奉仕貢献、うん、社会参加みたいなものとかもあると思うし<ー>まあ、うん 多くの人は多分その仕事っていうことで、そうだね。うん、あのー、自分の居場所だとか、生きがいだとか、充足感みたいなものをね、あると思って感じてると思うんですけどね。<laughs> うん。えー、なんかだからまあ、そういう社会に参加したりすることが気持ちいいと感じる回路がどうも人間には備わってるっぽくて、てうん。だから社会にいろんな形でどんな人でも参加できて、 なんか役に立ってるなんじゃないけど居場所があるなと感じられるようにしてった方がいいよねっていう話は結構してますよね,、うん、ね皆さんがそういう風に世の中してこうよっていう,うに、ね、でもまあそれはそれとしてその自分の,その履歴書の経歴を埋めるようなことも実はしていかなきゃいけなくてその、うん、自分の人生を生きるためにっていうその自分の人生と社会の一員としての人生みたいなのはその結構両立させることが結構生きることにおいてかなり大事だと思います。 思いますから、うん、やっぱりそのどっちかに寄りすぎるとそのあんまり良くない結果になってしまうというかねその難しいとは思うんですけど。うん、なんか、うん、そこを2つを束ねる束ねて簡単な言葉にまとめると結局何をモチベに生きるかみたいなことなのかなという気もするんですけど<ー>俺はその、うん、自分をでその時に俺は思ったのは、うん、なんかそのまあ漫画描く時とかも。うん 以前にも多分話題には出たことあると思うんですけどその自分のために書くのか、うん、商業的な成功を目指して書くのかみたいな話とかの二項対立みたいな話がよくするんだけどで自分の納得とか満足のために書くっていうことも絶対必要だし、うんうん、商業的な評価とか他人からの評価みたいなものもやっぱりモチベーションにはなるどっちもモチベーションにはなると思うんですよね。うん、<laughs> でも、うん、言われてみてみ これだとそのなん,かなんか自分の画のためにさあれするの,を、うん、この会社の中だとその逆にそのなんだろうその自分の画のためにやったことがその経歴的にはそのプラスになったりすることが多くて漫画だと逆なんだねその漫画だとその自分の画のために描くとさその、うん、商業的な成功の方には結びつかないことも起きるかなというかね。うん まあだからそこを両立できるところをみんな探るんだと思うんですよね漫画にしろ仕事にしろ何にしろね,<れ>ねとは思うんだけどまあ別になんだろうなそれがどっちかに傾いてたりとかバランスって人それぞれだと思うから結局自分が何をモチベにやるのかなってことだと思うんですよね。ここののの匿名規模の方はそういうういいバランスをもうちょっっっっとと取りたいなってててでで会社の中で役に立ってるよって 言われることも多分頑張る原動力とかになってたと思うんですけどそれ,それもいいけどでももうちょっと自分の生活をじゃないけどなんだろうななんかバランスを取りたくてっていうことなんでしょ自分のために仕事するというかね。うんもうちょっと自分の満足ってものが別の場所にあるかもっていうこと、うん、頑張るモチベとしてっていうことでね考えてるんだなって思ったからなんか。 そこのバランスは多分職場とかいろんな状況で変わってくんだろうなーって自分も思いますね。漫画家っていうのは基本的には少人数ほぼ一人でやる仕事だと思うからなんか自分の満足っていうものに向き合いやすい環境になってるけどでも例えばこれがチームで漫画作るとか、まあ、アニメーターとかだったらアニメーターとかだったら、まあ、これは想像でしかないですけど多分えー もっと職場内というかチーム内での評価みたいなものにやりがいを見いだしていくんじゃないかなって想像するから俺はその読者からの反応みたいなものももちろん嬉しいけどその上司とか同僚とか自分の尊敬する同僚上司からの褒めとかの方がきっとモチベーションにつなが,っていくんつながりやすいんじゃないかなとか想像したりとかするんでなんかいろいろ変わるんだろうなと思いますそういうモチベーションっていうものは。 うん、なるほどな。うん、<coughs> そうですね、なんか、まあ、ここにのなんかツイートのえさ引かれてるんですけど、うん、まあなんかその、組織の中での承認とか、役に立ってるとかっていうよりは、なんか、うん、もうちょっとゲームっぽい感覚というか、うん、なんか、ここでこれをしたら、うまくつながるって、当て、うん、はまったときにやっちゃうんですよね、うん、なんか。 こことここをつないだ例えばここで僕がなんか23時間残業してこれを完成させておくと次の工程のここにこうつながるから一番なんかその無駄になる時間が少ないってピキーンってひらめいた瞬間やろうって思っちゃうそれであのうまく動くっていうことに対するなんか快感を得ている。 ファクトリオみたいな気持ちになってなそうだからそう僕はずっとファクトリオのような形で気持ちで <laughs> 仕事をしていて自分がでもね<の>プレイヤーでもありつつ駒でもありつつっていうねユニットでもあると思う,うんですだからいくつかのゲームが進んでてこういうなんかいろいろ足りないけど動いてるものに対してこうこうこういうふうに自分がこう動けばうまく動くなっていうところとあとはまあそれを自動化していくというかその<ー>自分がこう動かなくてもできるような,なんか、うん、あのカルネージハート的なね何かその、うん あの仕組みを作っていくっていうところを同時にやっていって自分がやんなくても動くような作りをやっていくっていうゲームをやってる感じですねだからその例えば個人の損得では動いてないは,はあの優先順位が低いんですよね、うん、自分がこれをやった時に得をするかどうかっていうのとなんかこの全体がうまく動く気持ちよさとかなんかそれによってなんかその 組織全体が無駄が出ないとか、無駄が出ると、やっぱみんなのヘイトが上がってくるのも分かるし、うん、ヘイト感情が上がってくるのを抑えるゲームをうまいことやってるとか、うん、っていう感じででも起き、うん、た時に、ま、自分、別種の快楽を得てるんですよ、なんかそこでは。あんまりこ,うこれ、一般化できないよなっていう感じはめちゃめちゃする。<笑><笑>いや、でもなんか例えばゲーム、誰かがゲームして遊んでるのを実況見てる時に、うん、もっとこうしろよって思っちゃうとこはあったりするじゃないですか、はい、なんか。 ここをやればうまくいくのになんでやんないんだっていうイライラがたまるとかっていうのがあると思う、うんでそれに近いですよ。なんか、これをこうやったらうまくいくんだから、こうやった方がいい、ああ、うまくいったやったーみたいなことっていうのを積み重ねをしてる。うん、から、そういう領域での快楽を得ていて、なんか、例えば個人レベルのなんか、全体組織の中でこれだけやってるけど、あのー、っていうようなものっていうのを、自分の能力を最小化するようなゲームじゃないゲームをやってるっていう感じ、うん <laughs> それがなんか組織的にはかなり重宝されるので、仕事がどんどん増えていくっていう。まあ、それでね。その手塚さんは結構評価されて、その課長になったわけだけど、まあ、こういうその雑用みたいなの。って、そのさあの評価されがたいから、その、うん、ただ辛いだけで、そのなんか、あの評価は他のなんか華やかなねことをした。人が、うん、その雑用によってその舗装された華やかな労働を渡った人が。 評価されたりすることす、ね、まあそう、それは難しいですね。だから確かに僕も自分の運営してるチームとかでのやや、なんかその、仕事の割り当てをするときに、やっぱ雑用割り当てられて、この人は大変になるけど、でもそれが会社的な評価にはつながらないってなったときに、渡せるのかっていう葛藤はあって、うん、まあ一つはみん全体ある雑用のうちの、なんかみんなが不平等にならないように振り分けていくっていうようなことを仕事をしたりだとか、うん、どうしても誰かにその当たりがあるなって思ったときには、 あの、僕は自分でやっちゃうんですよね。なんか、うん、<laughs> それさっきのと同じで、なんかこうやったときにみんなのヘイトを上げないずに、上げずに済みながら一番うまくいくっていうのが。うん、あるから、その瞬間は、とりあえず僕が飲み込んでやってしまって、うん、あの、その裏側でどういうふうに割り当てれるかっていう別のゲームをやってるっていう。まあ、だからそれがセルフネグレクトっていうことですよね。ネト結局この手ロリである中の。そう、だから自分、でもそれをなんか僕は悪い、なんか、 マクロで見るとすごい僕は得をしてると思ってやってるから、うん、<laughs> まあマクロで見るとね、うん、あどこの部分にその利益を得てると感じているかっていう感じですかね。うん、でもやっぱりこのなんかね最適行動をとってその会社の中でサバイブしていくみたいになってくと <laughs> まあその最適行動はあの雑用を他人に任せて自分はそのやっぱりその一番派手なやつをどんどんチェリーピッキングしていくみたいなのが。 あの最適になっっちゃったりするするわけじゃないですかそので多分匿名希望さんはそういう、うん、あのものの被害者になっちゃったのかなっていう感じがすごいするから、あ、そうですね、その辺、まあ、もやっぱりもうちょっとマクロで見ると難しくって、なんかこいつはなんかその人に仕事を押し付けてばっかりだとか、面倒くさいとこを押し付けてるってなってきたときに、やっぱり社内的な協力が得られなくなっていって、積んでいくみたいなことだった、ね、よね。 ね、そうか僕は結構人に親切にするようにしてるんですけど、別にそれはなんか人間性が良いからとかではなくて、本当に損得でやってる。ねうん、いざという時に助けてもらうためになんかその、助けてもらう相互,相互にそういうやり取りをするための,その道を舗装してるとか、そういう風な意識でやってるんで、なんか本当に、ね、なんかいい人だなと思ったら心の中虚無とかっていう感じの、ね、<laughs> 相互がたまに生じる時が、ねうん、怖いわ <laughs> だから僕はかなり社会性っていうのを後天的に意識して身につけてるんで、その辺は全部自覚的にやってるんで、まあ、コントロールしてるっていう感じですかね。それを自然にやっぱりそのひどいおんかその立場に追い込まれてしまうっていうのがあったとしたら、やっぱりそれはちょっと抜けたほうがいいか、もしくはそれをもうちょっとコントロールす,べする、なんかやり方っていうのを自覚的に持ったほうがいいような気がする。というか でもやっぱり一度そのついてしまったレッテルっていうのを剥がすのって結構容易じゃないから、やっぱり転職っていうのは良かったそうん、リセットするタイミングでそ<う>ありとくて、まあ、僕も結構、昔は結構そういうところはあったんですけど、やっぱりその会社を移動したりだとか、部署を移動したりとかして、リセットされたときに一回楽になるんですよね。でも、自分が同じ状態だと、やっぱり同じ状況に追い込まれていくんですよ、場所を変えても、なんか何年か経って。だから、まあ、一つは、数年ごとに自分のいる場所を変えるっていうのは一つ。 解決方法ではあってただ定住したいんであればその場所にいる状態で何かその周りのものっていうのを変えていくっていうのはいいのかもしれない。まあ、まあ、例えばなんかそのね、あのー、結婚してなんか5年ごとぐらいに離婚するっていうのは別に悪くはないと思うんですよね。5年までだったらいい夫婦関係はできるけど5年以上はちょっといろいろなんかその 問題が起きちゃうから別に結婚して5年して離婚してっていうのを繰り返してても僕はなんかその人が悪い人だとは思わなくて自分にとって最適行動を取れたんだなって思うとかまあ見方の違いで結構いろいろその,あの変わってくるんじゃないかなって気がしますね。自分がやっぱどういうふうな状態になりたいのかっていうのを考えてそれ,それに向けて動くのがいいんじゃないかなっていうのは僕は今考えててやってることですね、うん。 <え>そうですね会社の組織に俺あんまりしっかり属したことがないからあれだけど本当に会社の中ってミクロバクロ両方の損得感情みたいなものをやんなきゃいけない時があってで,で自分の今のこの立ち回りっていうのはどっちに根ざした立ち回りなのかとかうんどっちにとってどんなメリットデメリットがあるものなのかどっちを優先するべきなのかとかを多分考えなくちゃいけないんだなと思っていて手塚さんあそこがかなりパキパキっと分かれてるから。 なんかあのー、楽だったりそれゆえに追い詰められたりとかっていうことが多分あるんだなと思うけど、うん、このお便りの人はそんなにパキパキっと当然してないからなんかいいと思ってたはずなのになんかだんだんしんどくなってきちゃってよくわかんないなって感じになっちゃったっていうことだと思うんですよね、うん、きっとうんまあでも普通パキパキっとしてないよなと思うんですよね手塚さんさっきその親切にする会社の中で親切にするのは、うん、その自分の立場とか。 その業務をや円滑にやるためっていうことですよってことを言ってるけど、うん、まあそれも別に真実ではあろうけども、うん、あの別に手塚さんの心の優しさもあるとは思うんですよね割合的に何パーかはきっと。まあ実際そこには心のねなんか交流は多分<う>あの発生はしてるそう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 。ね、なんか割り切ろうと思っても例えば「手塚さんって本当に優しい人ですね」って言われたら。 そんなつもりじゃないんだけどなって言いながらもやっぱりさそんなつもりじゃなかったらなかっただけズキンとくるわけじゃないですかきっとそんなさ、うん、<laughs> 優しい言葉でこいつに苦しいけど我慢してもらうかっていうその,その我慢代としての親切を払ってる時の罪悪感ってっ絶対にあると思うからなんかそういうことで心が擦り切れるだろうって思うんですよねそうですねまあちょっとたまにありますけどねなんかこっちに恩がある以上この人は断らないそうそういう計算をして行きたくないじゃんだ,だってそんなのさ <laughs> だからなんか大変だなって思いました、まあ、そういうことするのってやっぱまあなんか人間関係良い人間関係っていうのはねなんか相手のことをなんかお互いに都合よく勘違いしてる時っていうのがあると思うんで、うん、なんか本当に思ってることがリアに伝わったらねいい人間関係になるとは限らなく、うんうん、大変ですね うん、そうです、どちらかというと心の中どう思ってい,いようが行動に現れなかったら一切認知させてもらえないとん,んうん、うん、そこをまあなんかその、まあ、切り離せなかったとしても自分はど相手に対してどう見えてるのかとか例えば、雑誌を頼まれたときにちょっと嫌な顔をするだけでもいいと思いきだな ちゃんと相手に自分がこれは嫌だと思ってるよっていうのが伝わってるかどうかを考えてそれをまあ表現する方法としてまあ嫌な顔をするのもありますし何か何かの時に竹りというとか何かあのやってる仕事を書き出す時に何かすごく自分が増えてるように見せるとかま何らかしら自分が今こういう状況になっててこれは良くないと思ってるよっていうのを表現する手段は無数にあるんですけどどれをやるかっていう感じかな。そそう、ね、うそう思いいますねなんかそういうふうに会社組織の中で自分を 役に立とう、全体を円滑にするために自分はユニットでもあるんだから、そういう風に尽くそうって視点を持つことは当然だと思うし、いいことだと思うんですけど、うん、でもまあ同時に自分はやっぱり人間でもあるから、うん、あのそこの機会になろうと思ってるけど、慣れない人間たちが働いてるわけじゃないですか、基本的には。うん、だからあの、そういう人間としての自分が今悲鳴を上げていますっていうことを伝えることも当然の役割じゃないですか。それすらも多分、 必要なことだから、その、そうそう、うん、それはやっぱ自分のパフォーマンスを出すために一番自分を大事にしないといけないから、そうそう。これを続けたら自分がダメになるっていうのを調整するのも同じですよそう。ちゃんとやんないといけない。やんなきゃいけないことなんだろうなって思いますね。うん。<laughs> じゃあ次のあたりいきます。はい。ええー、しこなドラゴンクワガタさんから。はい。ええ人種子の皆さん、こんにちは。 先日、えー、担当していたデビュー前の漫画家が連載会帰にかける折にジャンププラスに引き抜かれたという漫画編集者ネトラレエピソードがツイッターで話題になっていました、えー、詳細が不明なのではっきりしたことは何も言えないのですが編集者側も漫画家側も両方気持ちはわかるなというどっちつかずの感想をいただきましたこういった事例に対するお三方の意見をお聞きしたいですということでありがとうございますこれも俺ツイッターでチラッと見た記憶があるような、ええ、ないようなって感じなんですけど なんか長年何年何年もかけてよく分かんないけどなんか長期間打ち合わせをしてていざその雑誌で連載会議にかけるぞって思ってたらその作家が今度ちょっと『ジャンププ+』ラスの方で連載が決まっちゃったんでみたいな感じでそっちにそっちで一緒にやることになってだからちょっとスケジュール的に難しいんでちょっと何々さんとは一緒にちょっとできないですねみたいになっちゃって、うん、せっかく一緒に頑張って何年もかけて温めてきた企画だったのに悲しいよっていうことを。 確か何か t w i t t の、うんまあ、そんな話だったと思いますそんな感じでしたよね確かねうんでもまあ詳細が不明なのではっきりしたことは何も言えないっていうのはそうですねって感じなんですけどそのまあか、ねうん、そのどっちが悪いいいだのみたいなことは言いようがない,ない、ね、言いよがないから、うん、その、うん、分からないから、うん、まあ こういうことはそのやっぱりなんだろう、契約でその決めてくれないと応援して起きるというかね、まあそ,<の>そうですよね、うんあの、ジャンプ、週刊少年ジャンプに書いてある何々先生の漫画が読めるのはジャンプだけみたいなのは、そのお金を払ってるからこういうことが起きないみたいな面もありますからね、やっぱりううジャンプっていうのは漫画雑誌の中で、ほぼ唯一ですかね、そういう年俸制みたいな感じなんですよね、<う>確かそれを選べるみたいな確かうん。 それに登録してるとそのなんとか先生の読める漫画はジャンプだけみたいな感じになって他で書かないでねみたいなジャンプにとりあえず全力投球してねみたいな感じになってお金ももらえるう,、ねうん、そ,うそのかわり連載とかしなくってもいくらいくら年間でもらえるよっていうような確かね、うん、そういうそれがないとやっぱりその、まあ、一方的にちょっと漫画家は辛くなっちゃいますからねやっぱりその別にそこにお金が発生してるわけじゃないのにまあその温めたといえば それはそうなのかもしれないけどもっていうね、その、それはこちらも無償で労働力を奉仕してみたいな話もそうですね。うん。まあ。う,ん、そうだとでもまあ、それはそれとしてね、そ,<う>そのなんか、こんなに一緒にやってきたのにみたいなのをなんかその、バカにするわけではなくって言、ね、そうですよまあ。 こういうことってよくあるし当然だよねっていう話はそうだなって今思うんですけどでもまあ漫画家も編集者も気まずかったり悲しかったりとかあのいらぬ摩擦が起こったんだとしたら事前に何か言っといてもいいのかなっていう気もしますけどねなんかどうなんでしょうね気まずくはあるだろうね普通に漫画家側としてもさうんどうなんだろうね 急にビッグな仕事が舞い降りたみたいなことでそれによって今のスケジュールを潰してでもそっち側を優先するのかとかねなんかうん、うん、そうですね僕は結構大体言いますけどねなんかどこ別のどこと話してるって話を早めにとも、うんうん、やってますっていうのは各編集部に言ってますけど、うん、スケジュール調整をする上で、うん あの自分がどれが今、タスク抱えてるかっていう話をし、ね、たほうがいいと。で、際僕例えば、千葉とチェ賞を取って、ヤングマガジンの編集部のなんか担当つきましたけど、なんかそこでうまくネームが欠けてない状態の中でビ、ビームにで連載始めましたからね。うん、まあそういうのとそれに近いシチュエーションになってて。引き抜かれたってね。うん、そう <laughs> 別にそのビームはビームで連載してるから。<laughs> いいどそ, <laughs> そ,、まあ、それはなんか別にどっかになんかあるわけではないんで、うん、いいんですけど、まあ、こうやってなんか別になんかその例えば山が嫌いだったわけではなくて、僕はできれば山が連載できる方法を探りたかったんですけど、うん、あの手が届くのがビームだったというか、うんまあ、ビームがあの <laughs> イージーって言ってるわけじゃなくて、<laughs> ビームからもらった読み切りの話っていうのが僕の中では魅力的というか。うん、連載企画は うまくたたえなかったときに、読み切りの企画だったら、読み切りだったら同人誌と同じぐらいの感覚で作れるかもしれないから、うん、まずやってみようって思って、そこをなんかちょっと膨らませながら連載に持っていったみたいな感じがあって、うん、その自分にとってより具体的にそのできそうな道っていうのを、そ,のそちらの方に見,見たから動いただけであって、なんか、山が悪かったっていうことは全然ないんですよね。うん、未だに書けるタイミングがあれば書きたいと思ってるし、うん でなんかそれはやっぱり自分が持ってるいくつかの選択肢の中で、今自分にとってまあ選べるものっていうのを選んできた結果そうなってるだけだから、うん、なんかその何かが悪く、例えばこの編集部の人が悪くて、やっぱりみんなジャンプラだよね、みたいな感じの、なんかそのざまものとして聞くのではないような気がするんですよね。まあ実際、実際はそうなのかもしれないですけどね、なんか。な、うん、らないですけどね。うん、ね全然、連載にダメ出しばっかりして全然ね、うん、やってくれなかった人っていうのが、こっちだったらね、本当に。あの ポジティブなことで出せるところ、うん。そう偶然ジャンププラスの優秀なピンワン編集者の目に留まりこれをボツにするなんて信じられない。僕のところで書きないよみたいな感じでいい話のざまものとしても可能性はないわけじゃないけどないで,ではない。この話が広まったっていうのはそういうざま要素があると思ってて、うん、なんか。 あの例えば、ネームにね、なんかお金も払わないのに拘束をしておいて、だめ出しばっかりする編集者と、<ー>お金も出すし、なんかポジティブなこと言って、載せるとこまで持って行ってくれるジャンプラス編集者。うん、で、ジャンプラスっていう名前が出てることもやっぱ重要で、うん、みんなの持ってるジャンプラスのポジティブブランド力があるから、<ー>なんかそういうざまもとか、何か何か言言言いたくなってる、この編集者がなぜ悪かったかっていうことを言ってやりたくなるっていう、うんうん、<laughs> たぶ、まあ、この話もそうかもしれないですけど。<laughs> うん なんかそういう,うになんに人の言葉をなんか誘引するような構造のなんか語られ方をしているなと思って。なるほどな。なんかじゃ俺は逆に「ジャンププラス」に引き抜かれたっていうとやっぱりその、まあ、どこの雑誌の編集者さんなのかはよく知らないですけどその大手と大手じゃない場所みたいなとこで、うん、あの大手じゃない場所の編集者さんとかなんだろうな。 新人作家が集まらないっていうこともよく聞くんで、どんどんね。はい、だからなんかあの構造の話だなあって思っちゃいましたね。はい、なんかそのその編集者個人の？相性だとか優秀者だとい優秀だとかっていう話ももちろんあるとは思うんですけど、はい、もうちょっと大きな話で構造の話だな。みたいなことを見出して俺は ふーんって思ってて思ましたね、うん、そうで、まあ、そういう意味だとなんか例えばジャンププラスに対抗するんだとすればより具体的に乗る話っていうのを持っていかないとなんかメリットがないそうなんですよね作家にとってのうまみみたいなものをね。うん、そうですよねだかウェブウェブだとやっぱジャンプは強いんでそうジャンプラスに乗りますって乗った時にそれに対してどれだけこちらの方が魅力的,的ですよっていうような。うん ものを示せるかって話この表話だと育ててるっていう意識だったから今、うん、まで自分が言ってきた育ててきてるっていうのが、うん、あの無駄になった支払ったものっていうのが無駄になったっていうふうに感じてるかな、うん、まあこれは確かもともと股引きの話だったと思うので、うんでどこまでねこういう編集者が言っていたよみたいな話だからど、うん、こ,こまでそれがそうなのか分かんないし、うん、本当の関係性も分かんないんですけど、うん、もう全然分からないですね 無敵かも。どっちでも。みんなが都合よくいけるかも自分好みのストーリー作れるかも。もう本当にこれに対する答えは分からんだよね。何とも言えるなっていう。まあでもうまいことマッチングしたら乗るし、マッチングしたかったら乗らないという。でもなんかでもこれさ、例えばだけど、漫画編集者も別に転属とかするから、普通に。 あの一緒にやってきたのに急に編集者が別の部署とか別の雑誌に移動して次の編集者にああその引き継ぎででまた人間関係とかノウハウみたいなものを構築していくみたいなこととかも全然ある話だから、うん、ああま,まあ,あのマジで構造の問題ではあるんですよそういうことが起こりうる関係性というか<え>あの業務形態でやっとるから,るから漫画家と編集ってのは<え>契約も結ばずにやっとるからっていうその。うん それが嫌なら契約を結ばなきゃいけないんだけど多分でも、うん、契約を結んだら結んだでそれによる不都合とかも絶対出てくるんですよそのそうだね、うん、だから,だから多分編,集編集さんがどっかに移籍した時に担当しては作家さんもそっちについていってしまう,とかってうこともありますよね、うん、ありますねあとは編集さんがあの社員としてずっと育成してきたけど、ね、独立しますっていう人もいるし何、うん、か、うん 原作者として、うん、あの取り出しますっていう人もいるし、うん、なんかそういうのはまあ、まあ、かけたコストがっていうのはまあなんか多分かコストを支払ってる意識のある人はみんな思うったと思うんですけど、うん、でもまあなんかそう思ってるからそう感じてるだけであって別にそんなに <laughs> <laughs> 自然な流れではないっていう。 ここに存在しているのは、なんか自分はコストを払っていたのにっていう意識だけで、それはいろんな立場の人がそう思ってるんじゃないかなってそうですね。立場を変えれば、自分も損をしているとか、得をしているとか、いろんな人がいろんなことを考えているっていうね。そうですね。漫画家から、まあだからそう、編集者からすると、育成してるってコストを支払っているつもり、漫画家からすると、なんかその打ち合わせコストとか修正コストっていうのを払っているつもり。で、それが一番その、 えっと、例えばワンカーからすると、そのいろんなその修正とかのコストを払ってるのに載せてくれるとこまでなかなか行かないっていうのよりもなんかコストを払ったのにやってくれないんであったらこっちに行くっていう話に、ねうん、解釈することもできるし、うん、まあなんかそう、どこの視点でその払ってるコストと得られるリターンがなんか妥当と人が考えているかという。うんうん のをなんかロールシャッハテスト的なみんながいろんなものを見てるいろんな物語を生み出してるっていうねそこに、うん、感じた気がしますね、うん、<laughs> あのウェブさっきとまあウェブだと乗るっていう方があの簡単だからカメラ雑誌はそう読み金の枠とかってそんなないけど、うん、ウェブ雑誌だと万バ々ンバン増,増やせますからね <laughs> 読み金用の枠をウェブはうん だからそっちに行かしっていうのはやっぱあの何かしらその完成したものを世に出せるっていうところのなんか意味を見出してる,、うん、る気がしますけどね。たぶん10年とか前だとそのウェブを送りみたいな感じなのがちょっと島流し的な感じだったですけど、うん、今はだいぶこう意識も変わってきたなっていうですね、うん。そうですね。うん そんなところですかね。うん。確ですかね。うん。まあ編集さんが漫画家を育ててるっていう意識がどれぐらいあるのかっていうのも雑誌によっては全然違う気がしますけどね。雑誌によっても全然違うでしょうね。育てられる、うん、どうなんでしょうね。うん。それを思ってても口にできる編集がどれだけいるかって気もしますけどね。僕ねわしが育てたってことでしょだって。うん。うんまあ そうかもしれないしそうじゃないかもしれないですねって感じだけどなんか別に何だろうなつまりベテラン漫画家が新人編集者を育てるみたいなことも話には聞くし、うん、なんかそこってノウハウをあの共有しつつお互いに利用しつつ共有しつつでっていう関係なのかなって思ってますけどねその出版社というか編集部と作家って、うん、なんかこうした方がいいですよこうした方がいいですよってのお互いに手札を見せ合って、うんうん、新たな手札を増やしつつ。 みたいなね、うん、うん、そうですねなんかやっぱその辺もやっぱり漫画雑誌とかって全部あんまりフラットじゃないんで、うん、なんかそれぞれ特色があって、まあ、例えばアフタヌーン式賞を取ってるけど別には講談社で仕事してない人とかって山ほどいたりそうですね、うん、でそれはなぜならアフタヌーン式賞っていうのは一つのブランドであったりだとか、うん、自分の書いた漫画をアフタヌーン式賞だったら載るかもしれないと思う人が多かったとか。うん っていうような、なんかそういうのがあるから、なんかそういうふうに人の集まり方があったりだとか、うん、ただなんか、今アフタヌーンって結構企画ものが載ってるんで、うん、作家性の強い、なんかその色相とのなんか相性の問題とかっていうのも多分あって、そうですね。そうなんかその、今やってるのは作家性の強い人に、なんかその売れるっていう道筋をつけるっていうことをアフタヌーンはしようとしてるのかなっていうのが、雑誌の特色として見えてて。 で本当に作家性だけが非常に強い人は例えばトーチの方とかに乗ったりだとかしてるとかっていう。うん、割と講談者は企画がっちりしてるものを、うん、出してるっていう印象強いですよね。そ個性が強い人にわざとなんか,なんか、あのー、王道的な道筋とかそういうのを与えることによってなんかその才能が横の中に見つかるようにしようとするみたいな戦略を最近の連載作家は感じる。うんうんうん ことが多いなと思います。まあ、これは全部想像ですけどね。うん。まあ、なんで、まあ、うん。あることだなと思います。あることだし。人と人との話だし、視点の話だし、全く。だから、どうという。とけしからんということも全くないしというか、なんか、それを言うほど。何もわからないですからね。これはずっと。 ちょっと置き換えてね例えば仲良いと思ってて徐々に距離が詰まってると思ってた異性と異性に恋人ができたって報告されたみたいな確かに俺のこと好きじゃなかったのかよっていうねキープくだったってことかよみたいなね漫画業界じゃなくてもいろいろ常に起きているというかそうそうそれについてどう思いますかって言ってもああまああんでしょうってあるでしょうそういうこと特殊なことではないなうと思います 悲しいいねねとうただ悲しんでる人がいたんだとしたら悲しいねとね悲しんでるんだね悲しいことじゃないわけじゃないからよくあると言ってもねそうよくあるけどよくあるタイプの悲しさ悲しさを想像して悲しんでるんだなって思うってことですねというわけでじゃあ今週もこんなもんでまた来週ということでありがとうございましたお疲れ様ですいお疲れ様です